田中寿園です。猿に毎日10から20ほどやられております。その他のブドウはですね、日焼け、あとはベトがちょっと出始めたんですよね。1週間ほど前からベトが出ております。で、冷蔵には、そうですね、1週間ほど前から入りまして、薄く色がついております。ピオーネもだいぶ大きくなりました。あと色と、そうですね、糖度が上がるっていうことですね。これ今ですね、こうチップがあるんですけども、あの猿というかですね、猿かなと思ったら、ハクビシンが食べておりまして、そのハクビシンの対策は業者さんに相談してですね、やっていきます。下から入ってるみたいなんですよね。どうやらね、やっぱ杉があったり小屋があったりしてですね、近隣にそのよじ登ってぴょんと飛べるような場所があるんですけど、そっから入ってるんかなぁと思ってたんですけど、実は下から小動物が入っていたということでございました。なので皆さんも、まあ、カメラですね、設置してですね、あの侵入経路と、そしてどういう動物が食べられてるかっていうのは、まあ、非常に、まあ、この東洋地方局という管内なんですが、あの相談されると良いかと思います。朝6時過ぎぐらいに見回りに行くんですけど、もう行ったらもう食べられとんですよね。で、先ほどあの映像を見たらですね、3時台に来て、もう夜行性なんで、もうその時間に食べて帰っとんで、もう長野パープル全滅しちゃったのと、あとこの今日焼けですね、これもう特にニーナ、これ日焼けがひどくて、もう枝枯れして、しぼなえてますね、こんな感じで。もうせっかくできてたのにショックやな、ほんと。まあ、このもうニーナの日焼け、ほんとショック。これもう枝枯れしてる、もう枝から日焼けで枯れてますね。もう2日でもう全部枯れちゃって、本当にショックです。毎日この脇芽を副所で取ったりしてますけど、なかなか間に合いません。社員はですね、3年期4年期が多いんですが、まだもうちょっとでかくなるかなと思うんですけど、それでもまあ房が多いとはいえですね、去年よりはちょっと大きくなっていますね。はい、まだ大きくなると思います。結構空いてるんでね。もう社員も寝られてるんですよね、こうやって日焼けに。これは結構粒がまだ大きくなるでしょう。楽しみなんですけどね。もうこう食べられては、ただね、やっぱ食べられてる量が、今までの猿の量だったら1日に100、200ぐらい食べられてたんで、食べる量がね、かわいいなと思うよったんですよ。1日もう数房5から10ぐらいなんで、2頭入っとったんでね、2頭。まあ祖父が草刈りしてますけど、セブンはやっぱ早いですね、早生なんで。もう食べれますね。めっちゃ美味しいわけじゃないですけど、食べれます。減産して甘くなってきてますね。あ、じゃあ食べられた傘ちょっとベッドで取りたい、取りに行きますかね。ここ食べられとんですよ、これ食べられとんですよね。ほら、開けられて、これ食べられて、破られてますね。これどっかから下から入っとんかいな、これ。入れるもんね、これ下だから。確かにこれ、入れるよね、これだって。あ、でも閉じとん、閉じとんか。どっか入っとんじゃろ、じゃあ下から。不思議な。ここがひどくて、これを OK 食べられたんですよ。3年期のパープルかな、これ。全部食べられて、ほんと悲しい、悲しいな、これ。全部食べられて、こっちの2列目も昨日食べられてるの見ましたね。こんな感じで幅があるんですよね。歯が痛らしいですが、はい、どう対策するか。こっから入っ、こっから入っとんかな、これ。こっから入れそうなもんね、これ。さっとこう、ああ、こっち来た。
ここが食べられてるとこの近辺が絶対入っとないと思うんやけど。でカメラをカメラをですねここに1個とちょっとまた見たんですけど、ここに1個で、あれ、あ、よかったよかった、このチップ、あ、よかった、 SD がこっから撮って映っとったんですよ、ここ。はい、ということでですね、今からちょっとまた設置して、また様子見たいと思います。はい、ありがとうございます。